はい、で、今日は生姜焼き、生姜焼きと炊き込みご飯を合わせた生姜焼き炊き込みご飯を作っていきたいと思います。で、まあベースは同じよ、前と同じで醤油とリンゴジュースと、あとは、まあ、水で醤油とまあリンゴジュース、あと生姜が、まあ、ベースね、生姜焼きやから。で、まあ、親子丼と風似てないけど、やっぱ生姜めっちゃ使います、めっちゃ使います。もういろいろ調理しちゃったんやけど、生姜もう丸ごと1個、もう丸ごと1個ともうちょい使って1個半使って、で、お米は今日4合でやります。3日間ぐらい分けて食べるんで、で、まあいろいろ一人でやっちゃったんですけど、こんな感じじゃあ、いっぱいでしょ。もうね、めっちゃ砕いてきた、めっちゃ砕いてきた。また材料出すけど、米4合と玉ねぎ1個で、鶏肉が大体 500g で、長ネギが1束で、あとは生姜ね、生姜いっぱい入れて、あとあれも入れました、薬味ってことで、あの薬味のあの赤いやつ、みょうがと、あとチー油、その鶏胸のチー油の、身の部分を、まあ、フードプロセッサーで砕いて入れたのと、あと塩コショウしました。それがこんな感じ。パンパンでしょ、けど沈むから安心してね、沈むから。やってみて、親子丼やってみた方とか、まあいろいろあの見た方もいたら、あのあれなんですけど、嬉しいんですけど、すごい美味しいですよね。うん、めっちゃ美味しいですよね。で、俺が今もやってるのは、まあジャンピラフ、たまにセメントで、まあ親子丼、大体親子丼なんですよ。結局ペンとかやってないんですよ。うん、個人的にあんまハマってないんで、まあマカロニ俺使っちゃったんで、なんかもうほんま小麦が溶けて、もうなんかようわからん状態になっちゃったんで、あれはやってないんですよ。で、ミネストローネもやってなくて、春雨もやってない。春雨はうまかったんですけど、まあ材料費がかかるってことで、あとはまあ個人的には米の方が好きってことで、で今ハマってるのがもう親子丼とセメントとジャンピラフ、もうジャンピラフとセメント、ジャンピラフと親子丼、これがね、もうすっげー美味しいんですよ。で、これめっちゃ入れすぎたと思うやん。ちょっと入れすぎな。で、まあベースはもう親子丼よ。あ、ベースは親子丼やけど、今回生姜いっぱいで、鶏肉ちょっと薄くスライスして、まあ、生姜焼きの豚の生姜焼きならぬ鶏の生姜焼きで作っていきたいと思います。で、あと水分して炊くだけなんで、まあ、醤油ちょっと濃いめで、水とリンゴジュース入れていきます。で、あのね、あのリンゴジュース常備しといた方がいい。マジでめっちゃ煮物とかに使えるから、一人暮らしの方おすすめです。ゲッツ。じゃあ、リンゴジュース入れます。飲みます。うまっ。で、醤油で、あとは水ね、水で、この前やったら、あの生炊きっていうか半炊きは分からんけど、ここで揺さぶってあげるんですよ。揺さぶって米の間にも水を浸透させて、箸でつついてあげるのもあり。で、上からちょっと塩コショウして終わりです。じゃあこれで炊いていきます。じゃあまた1時間後。これ絶対うまいから、絶対うまい。で、水の目分量としてなんですけど、まああのね、まあこれもお好みです。米4合やったらもう水は俺は5合とか6合入れてもらうし、うん、多めに入れちゃう。しかも米のまあ2合分上ぐらいやったらまだ米の、形残ってるし、全然美味しいから。7おこげまでついてるから、生姜のやつで最高や、最高や、うえ。じゃあ心の準備をしないと。で、できました。こんな感じです。じゃあ、もうネギパミルになっちゃったんですけどあのね、生姜の匂いがすごい、めっちゃ生姜の匂いがすごい。まあもうどうこう言わず食べていこうと思います。もうこれタッパーに積んじゃったんや。いただきます。でも米の形わかるでしょ、普通に。食べていきます。うまい、リンゴジュース効いてる、うまっ、おいしい、
もうちょっと水分少なくてもいいかもしれん。おいしい、すごいうまい。うんな、親子丼生姜の強い親子丼、うん、けど、おいしいわやっぱり。これね、ずっとハマってんねん。だいたい10日間ぐらい俺これ食ってる。うまい、めっちゃハマった。うん、ジャンビラフもうまいけどな、これもうまい。ってことで、よかったらやってみて。生姜焼きのご飯、炊き込みご飯、卵はお好みね。好きな時に食べても入れてもいいから。うまかったっす。ごちそうさまでした。